お、こういった感じのボールペンが入っていました。皆さんこんにちは、ビーすけです。今回紹介するのは世界の筆記具ペンハウスで文房具の福袋を購入することができたので紹介していきたいと思います。こちらがですね、限定16セットということで、購入したのがですね、2021年の12月28日だったんですけども、ようやく到着しましたので早速撮影しています。今回購入したのがですね、こちらの16セット限定白虎にちなんだ9999円税込みということで、約1万円の福袋を購入しました。こちらはですね、28日の12時から発売開始だったんですけども、その日の夜に購入することができました。火のぬくもりを感じる日本文具セットということで、中身がですね、まずこちらなんですけども、必ず入る商品はこちらということで、黙々工房というところのボールペンが必ず入るようになっています。ちなみに商品の詳細はこちらということで、こちらのいずれかが入っていまして、その他にですね、ノートやシャープペンシル、ボールペン、メモ帳など様々な文房具が入って約1万円ということで、ついつい購入しちゃいました。実際にまだ開けていないんですけども、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは開けていきたいと思います。どのペンに出会えるでしょうか。それではオープン。はい、ということで福袋ということで、なんだかおめでたいシールが貼ってありまして、納品書は中に入ってそうですね。ということで、少し前の動画で見た光景なんですけども、同じように1点ずつ見ていきたいと思います。ざっと中身はですね、こういった感じになっていまして、結構なボリュームですね。まず1つ目がクレイトステーショナリーというところのノートですね。ノートの形がですね、正方形で、サイズがちょっと変わったサイズとなっています。2ミリ方眼ですね。こういう留め具結構好きですね。なんか昔の封筒みたいな感じですね。開けるとこういった感じになっていまして、とてもちっちゃい方眼になっています。ちょっと変わったサイズ感なんですけども、とても使いやすそうな形ですね。そして一番後ろはですね、ポケットになっています。ただ意外と独自規格ノートってちょっと使いづらかったりするんですよね。それでは2点目、白い罫線のノートということで、ちょっとわからないですね。自分の意図しないところから出てくるので、なんだかとてもワクワクします。中身を開けてみると、多分画面だと結構白飛びしちゃってる感じなので分かりづらいんですが、うっすら横罫線が入っています。目立たない感じなので、一見無地のノートのような感じですね。続いて3点目、あ、これは知っています。ツバメノートのスターウォーズ仕様ですね。表紙と裏表紙がこういった形になっていまして、個人的に好きなグレーの 5mm 方眼ですね。どんどん行きましょう。3点目、匠の英語ノート。製品の基本情報はですね、ちょっと変わった文字フォントで書いてありますね。英語サイズの変形ノートのような感じで、なんだか触った感じはとても高級感がありますね。どんどん行きましょう。2つ出ましたが、あ、これ結構地味に嬉しいですね。ペンハウスの定規なんですけども、こちらがルーペ状になっています。約2倍ほどに拡大することができます。結構嬉しいですね。それとブックマークガゼル。あ、表面はこっちですね。これちょっと変わったデザインですね。はい、こういった感じのちょっと変わった感じのブックマーク。質感が意外と高級感がある感じですね。表地はですね、フェルトのような感じです。次、ほんのり透ける一筆線。そして次、お、地味に嬉しい、ロディアのナンバー11ですね。一番人気があると言われてるサイズです。小物2つ取っちゃいましょう。ライフノートのミニサイズとペンハウスのマステ。柄はですね、こういった感じになっています。次はいよいよペン。こちらはシュナイダーですかね。シュナイダーのボールペンと、地味に嬉しいオートのミニシャープペン。それでは次のパートで、いよいよメインのボールペンを開けていきたいと思います。それではメインのボールペンを開封していきたいと思います。こちらがですね、黙々工房というところのボールペンなんですけども、一番のポイントがですね、ジェットストリームインクが使えるということで、ジェットストリームボールペンの回信が使えるので、こちらが決め手となりました。どういった感じの箱なんでしょうかね。お、まさかの上から開封するパターンでしたね。それではオープン。お、こういった感じのボールペンが入っていました。取扱説明書なども丁寧に入っていまして、モデルがですね、漆というモデルが出ました。かつては里山でよく見かけた漆の木ですが、里山の衰退に伴い見かけなくなりました。赤い派手な色彩は遠くからでも漆の木だと分かったものです。うっかり枝を掴んだりすると破れてひどい目にあったものです。木肌は鮮やかな黄色の色調をしていまして、かつては嫌われた漆の木ですが、今では貴重な木になってしまいましたということで、アップでじっくり見ていくんですけども、非常にかっこいいですね。なんだかうっとりしてしまうようなデザインで、ペン先とノック部分が回転ノック式ですね。マットな感じの光沢感なので、なんだかとても所有欲が満たされる感じですね。回信の交換方法がですね、先端をくるくると回しまして、最初からジェットスリムのインクがセットしてありますね。
単色ボールペンの回芯がついていて、回転式ってなんだかとても不思議な感じがします。それでは新しいボールペンで試し書きをしてみたいと思います。初の試し書き。はい、ということでこんな感じで書くことができました。ホームページを見ていたところ、自然木の香りが匂い立つということで、ちょっと匂いを嗅いでみましたが、あんまりわかんない感じですね。ただどの角度から見ても非常に完成度が高くて、ずっと使っていきたくなるようなボールペンですね。2022年はですね、こちらのボールペンをメインに据えて持ち運び用に使うかと思っています。長さは 140mm で、軸の太さが最大 15mm、 重さが 35g ということで、結構持った感じはずっしりしますね。はい、ということでこの動画は以上になります。ペンハウスの福袋を新年の運試しという感じで買ってみたんですが、こちらの木軸ボールペンに出会うことができましたので非常に満足しました。ホームページを確認したところ、こちらの製品だけで約1万円で、他の製品を合わせるとおよその金額なんですけども、こちらの金額になりました。どのボールペンが当たるかわからないので非常に運の要素はあるんですが、こちらのボールペンが目当てで買ったので長く使い続けていこうかと思っています。こちらで福袋の紹介は終わるかと思ったんですが、なんとヨドバシ .com で福袋が販売していましたので、こちらの動画の後にもう一個紹介できるかと思います。数量限定販売なので現在売り切れになってしまっているんですが、来年以降も様々なメーカーで福袋が購入できるかと思いますので、皆さんのおすすめの福袋などがありましたら、ぜひぜひコメントにて教えてください。ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。